い、こんにちは、レトスノーノです。9月16日の3問に入っていきます。異なる慣習がある場合を除き、境界線から1メートル未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は目隠しをつけなければならない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ丸ですね。境界線から1メートル未満の範囲の距離で他人の宅地を見通すことができる窓を設置する場合、目隠しが必要です。よって本問は正しいってことですね。まあ、目隠しってどんなものかっていうと、例えば曇りガラスみたいなイメージです。で、対比してちょっと覚えていただきたいのが、建物を建てる場合は境界線から50センチ以上離さないといけないっていうルールありましたよね。まあ、これ法令上の制限ですね。まあ、建築基準法の部分なんですけども、この内容と引っ掛ける問題なので、ここの2つはちゃんと対比して頭に入れておきましょう。で、問2ですね。宅建業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、当該宅建業者は遅滞なく免許証を返納しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。有効期間が満了したとしても免許証を返納する義務ありません。で、免許証を返納しなければいけないのはどういった場合かっていうと、廃業した場合、または心身故障を理由に免許取り消しとなった場合などなどです。なので、この部分っていうのは対比してしっかり頭に入れておきましょう。まあ、超重要ポイントです。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる切り戸であって、当該切り戸をする土地の面積が600平米かつ高さ 1.5 メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、知事の許可が必要である、丸か×かという問題です。答えは、許可必要ですね。なので丸です。宅地造成工事規制区域内において下記いずれかに該当する場合は知事の許可が必要です。一つ目が、切り戸もしくは盛り戸をする面積が500平米を超える場合、今回600平米ですよね。500平米超えてます。なので、もうこの時点で許可が必要だということから、もう丸だというふうに導いていただいても構いません。そして、もう今回切り戸ですよね。で、切り戸について高さ2メートルを超える崖を生じる場合、この場合も許可必要なんですけども、今回は 1.5 メートルですね。 1.5 メートルなので2には該当しません。まあ、2には該当しないんですけれども、いずれかに該当する場合許可が必要だから、どれか一つでも該当するものがあったら、その時点で許可が必要なんですね。だから2を満たさなかったとしても1を満たすので許可が必要だということです。そして、今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。